織田信成、羽生結弦、宇野昌磨。一体どんな話が飛び出すのか、男子会スタート。よろしくお願いします。イエーイ。見てください、神戸の僕のおすすめスイーツを持ってきました。織田さんおすすめの神戸スイーツ、ケーニヒスクローネのクローネとはちみつアルテナダブルチョコ。はい、いただきます。いただきます。いただきます。じゃあちょっとこのアルテナの方から、うん、いただきます。おいしい。おいしい。これおいしい。これチョコレートケーキってあんまり食べないんですよ。あ、何食べんの、いつも何が好きなの食べるもの。ショートケーキばっかり食べる。ショートケーキかわいい。すっごいおいしいです。これおいしい。ショーマどう。おいしいです。おいしい。ショーマは甘いもの好き。好きです。のぶくん最近ほらテレビの仕事多いから、うん、ちょっと食レポをしてください。いいですか。はい、うん、じゃあちょっとチョコレートケーキいただきますね。はい、いいですか。お願いします。すごい。スッと入った。スッと入る。これもう甘さがすっきりしてて、でもすごい濃厚というか美味しい。ツッコミ入れていいですか、うんうん、なんで女子っぽい。いや振るから面白くせなあかんかな。絶対この対談俺とノブくんしか喋んない。ショーマ、じゃあショーマをいじくってこう。ショーマをいじりましょう。小田さんの食レポも決まったところで、いよいよ本題に。テーマが書かれた5枚のカードに沿ってトークしていただきます。じゃじゃん。お、世界ジュニア優勝。はい、世界ジュニア優勝ということで、はい、実はここの3人は世界ジュニア優勝してて、僕が2010年ですかね、2015年、ちょうど5年おきに、うん、優勝してる。その世界を意識し始めたのって何歳ぐらい。僕はもう小学校の時から。あ、もう小学校の時から絶対優勝してやるって思ってたんで。おお、すごい。翔馬は今年から。あ、今年から。あ、まだ意識してない。今年からシニアに上がるけど、気持ちとしては今まだ本当に自分がシニアだ、シニアでこれから戦っていくっていう実感がまだないです。うん、頑張れ。頑張れ。頑張れ。続いて宇野さんが引いたテーマは、自分だけが知っている〇〇。別に秘密じゃなくてもいいじゃん。自分だけが知ってる秘密じゃなくても、気持ちとか集中の仕方とか。どうやってじゃあ集中する、試合前に。その時の気分で決めてます。あ、その時の気分で決めてるんや。結構アバウトなんで。どっち、どっち。俺はもうほとんど決まってます。あ、俺も一生決まってる。これしてこれしてあれしてレッツゴーみたいな、うん、ちなみに僕らめちゃくちゃ緊張しいですよ。いや俺もめっちゃ緊張しい。あれそうだった緊張しすぎ。お腹緩くなったりします。あ、俺高2までお腹緩くなってた。もうトイレこお腹緩くなる。すごいなります僕試合前。あ、もうなるよね。でももうグダグダ、グダグダというか、グダグダというか、うん、あの集中できなかった。お腹痛すぎて。痛すぎて。織田信成、羽生結弦、宇野昌磨の男子会。はい、宇野くんって初めて言った気がする。お俺、お将来、将来3年後、7年後、15年後、うん。ということで3人には3年後、7年後、15年後の未来予想図を書いてもらいます。ありがとう。何年だっても。あ、未来予想図知らんかった。いや知ってるけど。あ、知ってた。ごめん、びっくりした。ごめんごめん。マイク入ってんのに急に歌い出すから。なんか楽しくなっちゃって自分で書いてて。未来予想図。ごめんごめん。いいですか、じゃあ僕先オープンしちゃって。はい、大丈夫。いきます。じゃじゃじゃん。3年後、プロを引退、コーチ業2000年、7年後、教え子とオリンピックに行けたら、15年後、
子供たちが自立、奥さんと世界一周。超プライベート。最後だけ引退しちゃうんですか、もう3年後に。いやまだ分かんない。タレント業に入っちゃう。そうそう、あのコメディアンとして、こら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 、コーチになりたいなっていう夢があるから、うんうんうん、それに専念するためにも、まあ、ここが一つ決める時かなとは。で15年後は奥さんと一緒に世界一周旅行行きたい。子供たちが自立して。そうです。うん、ただ一番下の子が成人し、うん、でもう一人がもう18で。そっかそっか、うん、まだ言っちゃダメですよ。まだ言っちゃダメ、はい、もうちょっと、もうちょっと、もう少し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 、じゃあ20年後ぐらい、20年後ぐらい、20年後ぐらい。しょうまいける？お願いします。かわいい、なんかかわいいな、すごい。3年後がオリンピックに出たい。7年後がオリンピックに出たい。32歳の時がスケーターは多分もうやってないか分かんないですけど、うん、まあ、プロスケーター。じゃあずっとやっぱりフィギュアスケートとは関わっていきたいなっていう気持ちはある。いけましたか、羽生選手。 OK OK。 じゃあおっしゃ、羽生選手フリップお願いします。はい。3年後がそれまでに積み上げた技術を一生懸命出し切る。まあこれはオリンピックで出し切りたいなと。7年後がプロスケーターとして支援活動、またスケーターへのお手伝い。プロスケーターとしてやるんだったら、その若いうちにそのプロとして の、 その技術っていうものをまた積み上げ、それを出し切りたいなと。それプラスよりたくさんのスケーターと関わりたいなと思って。すいません、ちょっと僕お手洗い行ってきていいですか。お互い痛いんだ。トイレ行きたい、トイレ行きたい。すいません、ごめんなさい、すいません。めっちゃ隣でお腹グルルルってなってる。すごかったですよ今。ちなみにラスト1枚何？男子フィギュアあるある、お腹が痛くなってトイレにかけるな。先輩後輩があんまりないかも、男子は。そうですね、結構みんなね仲いいです。ね、先輩仲いいよね。今こうやって結構敬語で話してくれてますけど、割とそんな敬語してないよね、みんな。僕もノブ君に全然敬語喋んないし。ゲーマー多くないですか。あー、ゲーマー多いかもね。みんなしてますね。みんなしてるね。モンハンとかめっちゃ流行ったね。流行りました。一応モンハン CM やってるんで言わせていただきますけど、モンハン流行ったね。そうですね、流行りましたね、すごい。告知。10分後、ようやく帰ってきた小田さん。ごめんなさい、すいません、本当真面目な。大丈夫、男子フィギュアあるある2人で語ってたから。あ、マジ、ごめん。先輩後輩あんまないよねっていう。あ、確かに。15年後プロ引退、スケートだけじゃなくいろんなスポーツに貢献。とりあえず、うん、まあ、プロはもしかしたらやめてるかもしれない、もしかしたらもっとやりたいって思うかもしれないです。これは確定じゃないですけど、それよりも、まあ、この7年後の時はスケーターにっていうふうに思ってるんですけど、うん、まあ、ここから15年後に変わる時にもっと視野を広げたいなと。まあ、そういうアクシデントとかもね、うん、あったりだとか、手術の経験だったりとか、うんうんうん、そういう何かそのスケートだけじゃなくて多分スポーツ全体に関わる問題を経験しているからこそ、いろいろそのことに関しては、うん、伝えていけたらなというふうに思ってます。この後もフィギュアには携わります。もちろん嬉しい、ありがとうございます。でも解説になったら多分めちゃくちゃ噛むと思います、うん、大丈夫、お料理もしっかりしてるから。全然しっかりしてるから大丈夫。トイレ行くしね。そうよ、本当にもうなんか、なんでやろう。僕は結婚したいです。おお、ちなみに何歳までとか。20。続いて羽生さんが引いたテーマは。はい。どう。結婚願望。いやもうこれはもうタイムリーな話として、やっぱりノブ君の話になるんですね。なんで、いやいやいや、俺の話はもう、いやもう俺は大丈夫、皆さんもご存知だと思うから。恋愛には興味ある？ある？ある、興味あります。俺は正直ゆずとかの年の時はものすごいあった。ものすごい。ものすごいあった。
それはやっぱ、まあ、20歳というかその年齢的なものもあるし、まあ、大学生やったからさ、その時はなんか周りの友達とかもみんな恋愛こうしてると、うん、やっぱちょっと自分も恋愛したいなとかいう気持ちはあった。どう翔馬は恋愛について。まあ今はスケートだけかなと思ってます。むせたね。すんげえむせた。すごい、まあ、笑顔で、最高の笑顔で言ってくれたけど、なんかゆずはどう？僕もそうだと思います。結婚願望については2人は将来的には結婚願望の方が答えやすいかもしれない。結婚願望については2人ともある？ないです。結婚願望なし。ゆずは結婚願望は？僕は結婚したいです。おお、はい、ちなみに何歳までとか？26、5、6。あ、まあまあまあ適齢期、ちょうど結婚適齢期ぐらいなのかな。25、6では結婚したいなって思ってます。でもなんかすごいいいパパになりそう。あ、本当？やった。だって子供大好きやし。好きですね、うん、でも翔馬とかも意外とね、いいパパになりそうな気がするけど俺。あ、でも若干シリに好かれてる感じは見えなくはないですよね。ちょっとそれはね、それ否め。多分全員そうだと思うけど。ここノブ君は現在進行形だもん。現在、まあ敷かれてるって言うと俺の奥さん怒んねんけど。これ大丈夫流れて。あ、全然大丈夫。全然大丈夫。